どうも皆さんごきげんよう、メイヨロンです。お久しぶりです。まずはじめにピアキン発売おめでとうございます。この動画が投稿されている頃にはウプヌシは新しいハイラルの大地を楽しんでいると思います。話を TPF2 に戻しまして、前回はデハーエリーバルの運行を開始して、前からあったデハーエもウルボザの系統名をつけてラインゴルトの車両に置き換えました。今回はゲルドの町シュタット版東ハイラル電気軌道延伸の2本立てです。まずはこちら、ゲルドの町から。ゲルドの町大都会岡山駅前では乗り入れるトラムが多く渋滞が発生、停留所にも人が溢れてしまっています。そこで最も混雑している町中心部を通るシュタットバーンを作ります。シュタットバーンとはドイツで発達した交通システムで、簡単に言うと混雑する都心部を地下化した路面電車のこと。車両の違いや郊外の専用線の有無などでいろんなバリエーションがあります。詳しく知りたい人はウィキのリンク貼っとくのでそちらへどうぞ。ルートはこんな感じにしまし、新しく整備した駅の東口からトンネルに入り、多摩都市モノレールみたいに西口にも駅を作りました。あとは駅前通りの真下を通しながら途中駅2つに停車して、ビル群から閑静な住宅街に移ったあたりで地上に出て、何食わぬ顔で路面電車をしていきます。今回シュタットバーンをこのゲームで再現するのにお世話になったモッドがこちら、アセット4エレベーテッド&アンダーグラウンドドラムシステム、高架と地下の停留所を作れるモッドです。定員を多めに設定できる上に、周りの建物をほとんど壊さず設置できるのでおすすめ。このシュタットバーンに使用する車両はタトラ K2 です。チェコが誇る路面電車タトラの連接タイプ、ゲーム的にも圧倒的な収容力があるので助かっています。これで道路の混雑はかなり解消されました。気づいている方もいるかもしれませんが、このタイミングで街自体も大きな変化を遂げました。それがこちら、ゲルド貨物ターミナルの拡張です。今まで大都会岡山駅構内で貨物の積み下ろしをしていて、これが渋滞の一因でもあったので、貨物駅の機能を郊外に移転しました。移転によって空いたスペースは新しいバスターミナルを作ったり、カラカラバザール駅に通過線を作ったりしました。ここは今まで待機線がなかったので列車がかなり詰まってたんですよね。貨物列車が新しくなってるのも見えてますが、そこは後ほど。次に取り掛かるのはハイラル市東部のベールヘイデン、湿原、リバーサイドを結んでいる東ハイラル電気軌道の延伸です。リバーサイド、ヘイデン外れ、タバンタ大橋、マリッタを結びます。それでは工事に移ります。飛ばしたい方は画面中央の時間までスキップ。
沿線を紹介していきます。リバーサイド駅を出るとすぐに地下に潜ってフィローネ線を立体交差、郊外に小諸駅を設けました。ここからは高架とトンネルで始まりの大地の塔があるあたりを通り、始まりの大地駅をここに設置。さらに始まりの大地を進み、生誕の絶壁にデグドの吊り橋駅を作りました。ここが平原外れの町の中心駅になります。橋とトンネルで豪快にぶち抜いて平原外れ駅の直下にホームを作りました。平原外れ駅を出ると悟り山の麓を走り抜けてダイヤモンド川を谷ごと越えます。高架が終わると多番田大橋の町の南端にあるワッシュアの丘駅に到着。二面四線の橋上駅です。駅を出るとまたトンネルに入り多番田大橋駅に到着です。かなり深いところにあるので乗り換えが大変そう。ドーム山をトンネルで抜けると雷の大地駅です。またトンネルでラブラー山を抜けて地下駅のラブラー山下駅を過ぎると終点のマリッタ駅です。ということで貨物はないけど武蔵野線みたいな進化を遂げた東ハイラル電気軌道、もはや東でも何でもないのでハイラル急行電鉄と改めます。使用車両は相鉄の愉快な仲間たち。開業時から活躍していた5000系に加えて6000系、新6000系、7000系を導入しています。路線長が4倍くらいになってお客さんもかなり増えたので5000系は4両編成では輸送力が不足、2編成並結して8両2編成で固定運用につけてます。6000系は4面足すに連が4本、うち1本が青西作車付き。新6000系は薄緑の新塗装8連が2本、7000系4連足す4連が2本となっています。バリエーションを豊富にすることで沿線民のキッズを相鉄沼にはめようという社長の気遣いが素晴らしいですね。ともあれ今回の延伸で今まで中心部に鉄道が通っていなかった平原外れの街など利便性が大きく向上しましたね。そういえばシタットバーンは直訳すると市街線、市街鉄道となります。山手線のモデルとなったベルリン中心部を東西に貫くベルリン市街線はベルリナーシタットバーンと呼ばれているので、このハイラル急行電鉄も講義のシタットバーンですね。お久しぶりのリプレイスメントの時間です。今回は大電化会となります。まずは多番田線、70年代なのにまだリゴイチによる運転でした。そこで思い切って電化 EF65 に置き換えました。リゴイチはマリッタパンへの路線のみの運用となりました。続いて貨物線系統の電化、無煙化。ゲルド燃料貨物には AE814、11801、11851、RE620 を投入。 AE814 はスイスの誇るハイパワーバケモン機関車です。11801号機と11851号機は駆動方式が異なり、送り式 SLM ユニバーサルドライブとなっています。外観が大きく異なりますが、製造当初の見た目はどちらも AE47 に似ていました。11851号機は運転室改造を受けて新しめの見た目になっています。 RE620 は AE814 の後継機として開発され、今でも貨物牽引機として活躍しています。そんな貨物の大定番機なので、ハイラル1から貨物線は全編成 RE620 で置き換えました。ぶっちゃけると AE814 はロマン要因ですね。ダライト森林からベルドに木材を運ぶ路線は森の国からということで、スウェーデン国鉄 RC1 を共に、カラーリングが魔女の宅急便に出てくる機関車にちょっと似てます。どんどん行きます。開業時からマット24で運転されていたコログ線、さすがに50年経つので置き換えです。こちらの NSSCM を投入。 SCM はスタッツフェストリックマトリエル、の略で都市部用車両といったところでしょうか。この車両はオランダ発の本格的な通勤電車で3扉になっています。動画が長くなっちゃうので、なぜ初の通勤電車が誕生したか詳しい理由はショート動画であげたいと思います。実はひっそり戦時設計の30系が戦後30年もそのままになっていたベール線。みんな大好き103系になりました。説明は不要でしょう。というわけでいろいろ詰め込んだ回になりました。そろそろ電化に加えて綺麗防車の置き換えもサービス工場のために必要になってきますね。この後の映像コーナーは尺の都合でカットします。次回もお楽しみに。